あ、ラッキーチャレンジ来てる。今回こちらのラッキーチャレンジ行こうと思います。このラッキーチャレンジでね、ラッキーをゲットするとね、ミッションが達成するの。どれかな、どれかな、イベントかな。そう、ほら、このラッキーのカードを1枚集めよう。これが達成されて、このイベントショップチケットっていうのがゲットできるのよね。で、このチケットで今こんな感じのが交換できるんで、ラッキーを集めなきゃいけないのよ。合計2体必要なのかな。というわけで早速ラッキーをゲットしてこようと思います。ラッキーチャレンジ、残り8分か。危ない危ない。こんな感じでね、ラッキーがね、いっぱいいるんだよね。ニャース引くともう外れなんだけど、まあラッキー引けたらラッキーって感じで、ラッキーを引こうと思います。で、チャレンジパワー回復させる。ちょっとね、イベントアイテムなんでこれは大事なんでね、優先度が高いかなと思うわけなんですよ。まあ確率は5分の4なんで引けるんじゃないでしょうか。これきたー、ラッキー引けた、やったー。オッケーオッケーオッケー、ラッキー引いたよー、ラッキー。ちなみにニャースはどこにいたのかな。やったー、初めてのラッキーゲット。おっしゃ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 、ニャースは左上だった。で、今ラッキーをゲットしたから、さっきのイベントのところ、これだね、ラッキーのカードを1枚集めよう。これが達成しましたね。受け取ります。おっしゃー。でも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 、交換に必要なのはまだまだ足りないな。デッキシールド、プレイマットあたりは欲しいんだよね。なのであと15枚ゲットしなきゃいけないところ、どっかでゲットできるかな。で、あとこのログインボーナスかな、デイリーミッションっていうのがあります。ログインをしよう、ゲットチャレンジを1回プレイしよう、拡張パックを開封しようっていうのがあるね。拡張パック開封しに行こっか。拡張パックもこれ回せる回数決まってるから、そんなにバカみたいに回さ方がいいんかな。まあ考えもんだなと思うけどもよ。で、今サンダーを探してるので、自分はピカチュウに行こうと思います。もうずっとピカチュウだな。あ、残り5時間7分だ。これ残り5時間まで待った方がいいね。じゃあ残り5時間まで待ちます。で、パックなんですけど、ピカチュウ回します。サンダーが欲しいんでね、ピカチュウが欲しい。で、なんかサーチ方法があるらしいんですよね。うちね、このサーチ方法を試してるんだけどさ、全然当たる気がしないのよね。もうさっきのさ、カードリスト見たからわかると思うんだけどさ、マジで当たんなくてさ。あ、これ怪しいけど、これ左なんだよね。右が当たりやすいっていう話なの。こっちの A1 側がさ、折れ曲がってると当たりやすいっていう話で、左側はね、デコイなのよね。なので当たらないんですけど、自分ね、右側がね、曲がってるやつもね、回したんですけど、あ、これ右側曲がってるね、ほら。これは、まあ曲がってるから当たりやすいと思うんだけど、でも、全然当たらへんからな。まあとりあえずいろいろ見よっか。これは左が曲がってるね。ほらほら、左がちょっと曲がってるやつ。なので、これは当たらんと思うっすよ。で、これは、これはまっすぐだね。そう、この折れ目サーチっていうのはどうなんだろうね。わざわざ折れ目とかさ、何かしら作ってるってことはさ、やっぱりサーチも楽しませようとしてるのかなと思うわけよ、運営が。なーので、回してみようと思います。これがちょっと怪しいかなと思う。でもそうね、左が主に曲がってるんだけど、ちょっと心配だね。あとこの左下のモンスターボールっていうのが、左下のモンスターボールの光か、左下のモンスターボールの光が結構違うみたいで、この辺も、あ、めっちゃ光ってる気がするけど、どうなの、行ってみようか。当たるんかな。どう、あ、当たってんじゃん。待って、サーチ成功してんじゃね。何、ゼニガメだゼニガメだー、いいね、かわいいね。でもゼニガメ持ってるのよね、うち。マジかー、ゼニガメ来ちゃった、すごい。サーチ成功してんじゃんなんだかんでてサーチ成功してんじゃん、やば。で、あと1回やらなきゃいけないんだよね。
でも来るんやったらうちサンダー来てほしかった。マジか。ゼニガメかってなった。どうなんすかね、この折れ目サーチっていうのは。A1 側が折れてたらいいんだけど、左側が折れてたらダメなんだよね。いやー、今のびっくりしたな、でもな。うまいこと。当たりましたな。あ、そう、これたまにさ、後ろ向いてるやつとかもあるのよね。これも怪しいのよね。これも怪しいんだけど、うーんって感じ。もしかしたら後ろ向いてて、折れ曲がってたら結構いいのかもしんないんだけど。どうなんやろうな。わからんな。そこら辺ちょっとわからへんな、マジでな。信憑性があるようなないような感じのやり方やからな。折れ曲がってないな。折れ曲がってない。で、全部回した。で、これが裏返ったやつか。裏返ったやつ回そうかな。とりあえずその左下のさ、なんだっけ、明かりっていうか光っていうのも見たいのよね。ちょっと待って、だから一回これさ、全部さ、オープンさせて、オープン。一回全部オープンにして、噂の左下の光のやつを見る。オッケー、一周回ってきた。ここが裏返ったやつね。で、光を見たい。光ってどうなの？これ左下のモンスターボールのところらしいんですけど、よくわかりませんな。これなんか怪しい気がする。これ普通だもんね。でもこれ光ってさ、難しくない？光ってその反射加減だからさ、分からんくないって思うけど。何、左下のモンスターボールのところの光って。難しい。マジで難しいっすわ。わからんですね。とってもよくわからんので、私はこれを引こうと思います。さっき裏返ったやつね。おっしゃ、これ引きます。さあどうかな。あー、ダメだったー。残念だったぜ。やっぱりちゃんと光のところを見るべきやったな。ただ裏返ってるのはダメやったな。その光はどうなん？全然分からへんねんけど。もっかい回したい。もっかい回したい、もっかい回したい、もっかいだけ回す。裏返ってるのはなんなん？裏返ってるのはやっぱ信憑性ないよね。多分裏返ってんのはただ裏返ってるだけでデコイなんじゃないかな。やっぱり一番はその A1 側が折れ曲がってるっていうのと、あとは光なのかな。折れ曲がって、あ、これ左だね。これ左が折れ曲がってる。これ左曲が折れ曲がってますわ。左折れ曲がってんのデコイやからな、当たらへんねんな。あ、やばい、いいのがない、いいのないから、なんかこれちゃうなって思うやつも。あそこタイでのさ、間違い探しとか得意な人とかやったらさ、
多分当てれる気がすんねんな。これ気になったな。ちょっとこれ気になったからこっちにしとく。わからんな。結局わからへんな。見てる人やったらわかんねやろな。あ、それっていうのがあったりすんねやろな、きっとな。でもわからんって。わからんってこんな。なので気になったこいつかな。そうだね、そいつを引いてみよっか。マジでわからんで、ほんま。わかる人すげえな。今回は見ずに行こうか。1枚ずつね。あー、やばいかな。あー、よかった、一応光ってた、オムスターだ。よかった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 、嫌いたわ。いやー、でもマジで難しいね、ほんとね。当てるの難しい。おっしゃー、これでいきましょうか。さっきゲットしたカードとかを合わせて水属性のデッキを作ってみたよ。どうかな、これでいけるかな。なんかギリ勝てそうな気はするけど、どうかな、やってみようか。実際わからんからな、やってみてわからへんからな。というわけでバトルに行きます。誰かとバトル、イベントマッチ。さあ、初めての水タイプのデッキです。勝てるかな。対戦相手見つかったよ。すぐ見つかったね。神城さんだってレベル5だから結構いい勝負できるかもしれない。あ、先行だ。先行ってことは実質後攻みたいなもんかもしれない。ゼニガメさんを出します。準備完了です。さあ、相手はどんな感じのデッキで来るかな。ドキドキワクワクだね。あ、エスパーだ。マリアード、ミュウツー入ってるぞこれはきっと。あ、やばい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 、めっちゃいいや、これめっちゃいいやないの。めっちゃいいめっちゃいいめっちゃいい、やばいやばい。裏で作るか。よっしゃ、サポートカードが使える。あ、大丈夫大丈夫、使わなくていい。お、これはいきなりカメックス出せるんじゃないか。さあ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 、遊ぼうぜ。やばいよな、最初にゼニガメとカメールとカメックスとカスミきとる。すげえ、なんだこの服は。いいね、エスパーできて感じだね。あー、コダック来た。いいな、コダック出したいね。こっち裏で進化しとく。で、裏で強化するよ。で、終わる。あ、進化してきた、進化してきたよ。こいつは心盛り。バリアードが攻撃してきた。お、なんか自分にバフかけたね。しかしだよ、ゼニガメちゃんはおとりだからな。オッケー、カメックスになった。で、カスミてや、オッケー、おっしゃおっしゃおっしゃ、2つついた。4、いけるね。じゃあ交代させて攻撃しよっか。あ、でもマイナス20か。いけるな、ハイドロバズーカ使えるな。スピーダーでデニガメちゃんを戻します。で、カメックス出します。で、ハイドロバズーカいけー。これで倒せた。おっしゃー、倒せた。よき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 、来た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 、カメックス来たよ。心盛り出てきたよ。あ、モンスターボールでモンスターを補充。
さあ何ゲットしたのかな。ミュウツー来た。やばい。やばいのおるで。ミュウツー来る前にさっさと終わらして。さあ悪いけど勝たせてもらうよ。初のカメックスデッキで倒す。ハイドロバズーカー、やばい強い。めっちゃ強いカメックス、やば。カメックスはねそんなね環境的に強くないみたいなんだけど、やっぱり五三家だね、強いね。さすがだわ。おっしゃ勝った。もうちょっと格上の人と戦ってみたいな次はな。ありがとうってこと、遊んでくれてありがとうね。おっしゃもう一戦やろっか。もうちょっと強いやつできたら嬉しいな。あレベル18強いぞ、これは強いぞ。しかもなんかミュウツーのアイコンになってるやつ、やばそうやばそう。マジの格上やん。よっしゃコダックいけ、お前なら勝てる。なんやこれスリープ、やばいな。道具ばっかりやな、道具ばっかり、どうしようもできない。あいいねラプラス来た、嬉しい。パンを超える。雷複合デッキじゃん。何出してるの。ミニ竜出してる、やばい。カイリュウ入ってんの、カイリュウとスリープのデッキや、エグいな。おっしゃおっしゃ、これちょっとコダックにつけて、でコダックで攻撃する。頭痛大丈夫。よし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 、大事大事、サポート使いなくても大事。さあどう来るかな。うわあミニリュウが2体いる。あスリーパー出てきた。スリーパーはどんな感じなの。眠りの振り子、自分の場に1回使える。声を1回投げ表なら相手のバトルポケモンを眠りにするんだって。やばい。あ眠りにされちゃった。あやった、回復した、一瞬で回復できた。でどうしたらいい、どうしたらいいかな。これな、もうひたすら頭痛打つしかないからな。頭痛80か。ラプラス、あ80だね。じゃあラプラスで始末する。白竜になっちゃった。やばいな、カイリュウ入ってんな、これ。あ、眠り成功した。で、こっちが表を出せば目覚ませんのか。なるほどね、眠りされたのは初めてやからあんまり仕様が分かってない。どうしようかな。よし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 、頭痛いいね。サポートカードは使わせない。ゼニガメちゃん来へんのきついな。カイリュウが来てしもうた。カイリュウが来ましたね。眠りの振り子、常に表出とるけど裏だとどうなの。失敗、失敗か。おっしゃモンスターボール来た、ようやく来た、来た、ゼニガメちゃん来たよ、嬉しいよ。でスピーダー、
さあコダック下がってくれ。お前はもう下がれ。よいしょ。でデニガメちゃん出してもな、進化できんからな。出さんどっか、これを足して、でバブルドレイン、よっしゃースリッパー倒した。さあどう来るかな、海流かな。ここは海流って威力こんなもんなの。流星群かな、ランダムやねんな。この人多分課金者やな、めっちゃ強いと。おう危ない危ない。やばいね、もう後がないね、後がないであります。どうしようかな、カモネギ出しとこうかな。で傷薬で回復しとく。でバブルドレイン、あ危ない危ない、つけとかない。バブルドレインをします。おっしゃラプラス生きとったら勝てる。でもここで2体撃破される可能性もあるな。あーラプラス撃破された。あちゃー、さすがやな、速攻性の敵やとこうなるか。初手時間かけすぎたからな、そこが敗因やな。まあでもこんな感じっすわ、なかなか難しいな。ありがとうありがとう、楽しかったよ。結構スリーパーと海流が息合うみたいだね。でもあんまりスリーパー役立ってへんかったから、単純にこっちのポケモンが弱かったっていう話。ただポケモンが強かったら全然全然勝てた相手だったら惜しかった。さっきの人からフレンド申請来た、上城さんと高橋さんから来たね。二人とも承認しとこっか。いいね、どんな感じになるか楽しみだね。